皆さんこんにちは、藤田陽子と申します。声優をやっています。ゲーム実況は初めてなのでちょっと緊張しているんですけれども、今回やっていきますのはこちら、リトルナイトメア2。それでは早速プレイしていきましょう。スタート。とその前に、前作をご覧になっていない方のためにあらすじを簡単にお話ししたいと思います。もう知ってるよっていう方や、ネタバレは嫌いだよっていう方は指定の秒数まで飛ばしてみてください。それではスタート。物語の舞台はモーという名の巨大船舶。ここに入った者は一人として出てこないといういわくつきの場所。船の奥底で目覚めたのはお腹を空かせた小さな女の子、シックス。そんなシックスを捕らえようと襲い来るのは、異様に手の長い盲目の管理人、シックスをも料理する残忍なシェフ、丸々と太った暴食なゲストたち。彼女は途中、さまざまな悪夢のような者たちに捕らえられそうになりながらも、最終的には船の支配人であるレディーを倒し、無事外の世界へと逃げ出すのであった。めでたしめでたし。とはいかないんですね。ここがリトルナイトメアの素晴らしいところなんですけれども、ちなみに今この隣にいる三角帽子の子はノームと言います。ノームの説明はここでは省くんですが、プレイヤー目線で言うとね、超癒しの存在です。主人公のお手伝いをしてくれたり、こんな感じでハグすることもできます。ジャンプジャンプかわいい。はい、あらすじに戻りまして、これからご覧いただくのはリトルナイトメアの中でも衝撃的なシーン。最初に言った通り、主人公はとってもお腹を空かせているんですね。あ、今ノームがご飯をあげようとしてくれてますね。途中でパンを食べ、ソーセージを食べ、時にはネズミを食べて、飢えをしのぎながら進んでいくのですが、そっちっていうね、今ノームは君にご飯をあげようとしてたじゃないかっていう悲鳴をあげられた方もいるのではないでしょうか。そしてこの後シックスはラスボスであるレディーを倒すんですが、ここでもね、レディーを喰らい、まるでその能力を取り込むような描写も見受けられます。つまり私たちは最初、悪夢のような世界をさまよう主人公を圧倒的弱者と感じているのに対し、終盤ではそのポジションは一気に逆転。ひょっとすると悪夢、リトルナイトメアは主人公そのものなのかもしれない。非常に意味深な終わり方をするんですね。たまらないですね。それでは本編に戻りましょう。ん？何かの通路のような、奥に扉がありますね。ここから物語が始まるっていうね。いや、私このシリーズ大好きで、全部ではないんですけどほとんどプレイしてるんですよね。待ってましたって感じ。ワクワクドキドキ、ワクワクドキドキ。なになに、どうなる。あ、コントローラーが震えてる。なに、あ、おー、生まれました。かわいいな。あ、ちなみにね、この子、このなんだ、紙袋、段ボール、ズタ袋をかぶってるこの子はモノっていうみたいですね。モノくん。ジャンプジャンプ、これで走る。よし、オッケー、行こう、始まりだ。うわー、世界観も素敵ですね。木の葉が舞っている。そしてここはどこなんでしょうね。なんか森の中みたいな。待ってくれ、早速何か、何あれ、動物の死骸、何かが死んでいると。この先には危険が待ってるっていうことですかね。これは何だ。ん、
に意味ないのか。うん、オッケーオッケー。それで、あ、これは掴めるってことかな。掴むボタンがこうか、オッケー。あ、教えてくれる Z すごいな、親切。そしてしゃがんで、オッケーオッケー、うん。かわいいな、見てくださいこれ、パントマイムスタイル、めっちゃかわいい。このキャラクターがね、かわいいところも素晴らしいですよね。これで、はい、 OK。 んなんだ、靴がある。お、あ、なんか誰かが捕らえられてるっていうことですか。あれは人間ですもんね。大丈夫か、何かいるのか。特にそういった感じじゃない。罠か。これで足を掴んで、あ、掴める。え、掴めるけど何もできない。え、なにこれ。特に意味ないのかな。ちょっと奥行きが、これ掴んで、え、わかんない。この靴を投げることによってあれが落ちて何か出てくるみたいな。はっ、違うの、するか。この先は危険がいっぱいだぞっていうことですかね。なんかよくわかんない。あ、ここからジャンプするってことかな。なんだろうあれ、気になる。はっ、あ、ダメだ意味ないのかな。意味ありげですけど、まあ先に行きましょうか。そしてオッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。他のシリーズやってるんでね、なんかこうベテランとは言わないですけど、初心者じゃないんだぞっていうところを見せつけていきたい。サクサクプレイを目指していこう。よし、頑張れ。ナイス、いいよ。うん、うん。これはなんか意味ありげな罠ですね。なんか強いメッセージ性を感じる。お笑い芸人がバナナを前にして滑らずにいられるかっていうね。はあ。いや、ですよねっていう、いや、分かってました。ちょっとなんだろう、どうなるのかなっていうのを見たいみたいな。ごめんね、好奇心は猫を殺すってやつですね。これはだから要するに、これジャンプしていきなさいよっていう。いやいや、まあでもグラフィックがこう素敵っていうのもあるから、ちょっと見ていきたいっていうのはある。で、これは押していいよ。押して押して、よし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 。そして登ると、なんかあの奥にもたくさん箱が吊るされてますね。あ、ちょっと、じゃ、うん、OK。 こういろんなものが捉えられてるよこの森はね、っていうことですかね。この先も罠があるぞっていうことか。で、こうしゃがむと、かわいい。よし、あれ、大丈夫、抜けられる。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ジャンプ、危ない。いや、今ちょっと助走が足りなかった、コントロールの押し込みが足らなかったか。よし、はい、あ、待って、おー、キョキョキョ、ナイス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 、早い早い、さっきより早い、全然早いはず。いけ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 、そのまま。あー、やばいやばい、ちょ、なんという初見殺し。これ一発でクリアできる人いるのかな。あ、まあでも、くそ。よし、で、あそこになんか縄がありますと。んー、でもこっちも行けるな。こっち行け。あー、はい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 。あそこにクランクみたいのがありますね。ここか。ここだな。こう行って、こう戻って、オッケー。はい、ジャンプ。からの、なんて調子がいいんだ。この調子でサクサクプレイを目指していきたい。で、このクランクを押す。で、飛び乗って、はい、よし、
素晴らしい。ちょっとなんかギミックみたいのが増えてきたって感じですかね。よし、お、いやこれはジャンプじゃ届かないよね。どうだ、はい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 、あ、ここ行けるってことか。なるほどね。あのこのゲームにおいてこう大切な要素としてあれですね、これどうすればいいのっていう時はとりあえず見渡すっていうのがいいっていうのは他のシリーズをやって学びました。でこれ登って、 OK、 いいよ。いやでもすごい谷底だなこれ。不穏な音がする。これはそろそろ何か出てくるんじゃない。大きな物たちが、はっ、うん、はっ、カラスがいる。あれ大丈夫、あれ大丈夫かな。クリーッとか言って襲ってきたりしない。あ、ちょっと、あっ、ちょっとカラスにびっくりしてしまうっていう。うん、靴があるな。これ何食べてるのこれ、なんだこれ、肉片。怖い怖い怖い。これから何か出るよってことか。これは、ん、うん、前方確認。はい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 。これは、あそこ届かないよね。届かない。あ、了解しました。今すべて謎はすべて解けた。こうか、ここに、ほらよく見てくださいこれ、縄があるから、はっ、ここにこう。素晴らしい、なんという観察力。いや今のは良かったね、ナイス。自画自賛みたいな。そしていいよ。でもすごい調子がいい。このまま、この先はなんかマナーみたいのがありますね。ここは踏まないように気をつけていってくださいねってことかな。いやでもこのマナーを仕掛けてる人間がいるってことですからね。そろそろなんか出てくるんじゃない。うん、これなんだ、ん、この棒、あ、はい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 、お、かっこいいな。あ、こう振り下ろすこともできます。なるほどね。これから敵が出てくるから、はぁっていう。悪を発、あ、そこにあったのか。今何も考えてなかった。あー、なるほど。ああやって罠を起動させながら行ってくださいってことだ。む、大丈夫、痛そう。今の痛そうよ。OK？ 元気？よし。はいはい、わかりますよ。この辺に、あるんでしょう。あ、ない。あれ？そういうことだろう。おー。思いのほかいっぱいあるっていう。大丈夫これ。怖いな。これジャンプしよう。はい。そして、かわいい。めっちゃかわいくないですかこれ。松ぼっくり屋さん始めました、みたいな。これは、こうか。あ、ちょっと待って。こうして、お、え、なんか、ってことは手前も危ないな。この手前の方は これぐらい、はい、あ、意味ないのか。こっちの方、お、了解了解。もう穴を起動させて安全を確保せよってことね。クリアっていう。あ、ちょ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 、つまずいてるよ、つまずいてるつまずいてる。あれ、意味ないのかな、こんなもん。よーし、ナイス。めっちゃ仕掛けられてますね。あ、危ない危ない。この辺もあるでしょ多分。ここはこういう風に行って、はいはいはい、おお、危なかった。いやいや、はい、 OK。 それで、わー、綺麗だな、なんか幻想的じゃないですか。うわー、でもなんか寂しいですねこの森に。あ、あ、一人ぼっちといい
引っ掛けたところに家が。これは出てくるんじゃない？そろそろフラグを感じる。こっちは特に何もないから、いや、これ出てくる匂いがしますね。この罠を仕掛けたものがこの家にいるっていう。で、大丈夫？誰もいない？いないのか。はっ、でもなんか不穏な音が鳴ってますからね。これから心してかかれっていうことだと思うけど、なんもないのかな。あ、お肉食べる？あ、鍋に今肉入れたな。そんなこともできると。この肉は持てないのか。特になんもないのかな。え、だってこれとかさ、熱くない？めっちゃ湯気立ってるけど熱くないと。特にないのか。なんかありそうだけどな。おお、これはさすがに何かあるんじゃない？特にない。まあでもね、こうやって食べ物があるということは人が住んでいる証拠ってことですから、これから来るんじゃない？よし。あ、ちょ、なんか今ちょっとバグってませんでした？こっちは、あっちか。こっち行って、あ、なんかオルゴールの音が近づいてる。大丈夫か？何もいないね。はい、状況確認クリア、 OK。 よし。めっちゃ音が。これ仲間か。よし、今助けてやる。あれ、え、これなんか捕まったりとかできない？どういうことだ。これか。よし、壊せ。すごい軽い音したな。カランカランカランって。ということはですね、これは、あ、ここになんて、これ使ってくださいと言わんばかり。いけ、あれ、なんという、これも捕まえられない？掴めないのか。まあ、でもこっち行ってないからな。こっち行ってないから、これわかりやすすぎる。大丈夫？ OKOK。 これ持って、こっちは、ここにもなんかあれですよ、トンカチとかあるよ。これ意味ないのか。わかった、今助けてやろう。どういうことだな。え、なんか怖いなこの子。大丈夫、ちょっと自分怪我しないようにね。よし、今助けてやる。待ってろ、いけー。はー、破壊殺。めっちゃびっくりしてる。ちょっと待って、もう一回。はい、1、2、はい、ラスト。よし、助けに来たよ君を。あ、これ今ムービーですね。勝手に動いてます。はっ、素敵なシーン。ちょっとなんてことを。いや、まあでもそうですよね。ちょっと怖かったですよね。今ちょっとこうこんなんでこう来られたら、ちょっと誰だってびっくりしちゃう感はある。待って、違うよ、壊しただけ。君に危害を加えるつもりはない。でも武器は持ってこう。あれ、え、持っていけない。え、ここから先何が出るか分かんないのにな。持っていけないのか。持っていきたいな。待って。あ、いるじゃん。
ちょ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 、待ってくれ、待って、あ、なんか聞こえる。え、ちょっと待って、そろそろ出んじゃない？なんか、あ、いる。ん？なあ、この人たちは動かないのかな？ん？あれ？動かない。なんだ、敵じゃないのか。脅しか。ちょっと待って、でもなんかいろいろき、あ、よし、掴めた。オッケー。これ？ちょっとあの奥の方、目から臓物のようなものが飛び出してますけど、わー、人形ってことかな。人形、右のあの奥さん顔ないですもんね。わー、なんか悪趣味なことしてんな。お人形遊びをしてるってことかな。どういうことなんだろう。あ、それとも、え、人形じゃないのか、人間が朽ちた。いや、でもここに住んでる人はまあいずれにせよやばいということね。オッケー。お、大丈夫？ん？何？なんだい？あ、これ今動けない。あ、おいって言ってる。おいって言ってる。へいって言ってる。どうすればいいのこれ。おいって言ってる。はい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 。おー、協力プレイ。あ、ナイス。待って、めっちゃうなり声のようなものが聞こえる。これそろそろ出るんじゃない。あ、早く上がりなさいってことか。え、なんかすごい音聞こえるな。大丈夫？それで、こっちは特に何もなくて、こっちか。うん。あれは？あ、届かない。あー、オッケーオッケーオッケー。オッケーよ。大丈夫。これを押すってことだな。あ、すごい。いや、いいですね、協力プレイ。これちょっと感動しちゃうな。こうして、え、やっぱこう、トルソーみたいのがある。マネキンというか。ということは、あれはやっぱり、人形で、人形職人の家ってことか。いやー、悪趣味だな。うん、あそこに鍵がありますね。あれを取れっていうことだけど、ここに、はい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 、これ探さなきゃいけないのか。こっちは、あー、なんか奥行けそうだな。これ届く？ジャンプ届かないか。あ、なんて頭がいいんだ。あ、すごい。いいですね、こう2人で協力していこうっていう、前にはなかった要素だな。でこう言って、よ、うん、これまた大丈夫。 あれ手持ってる。また人形か。怪しい。でもこれ掴み出したら動き出す恐れがあるから、急いで逃げよう。よし、行くぞ。急げ。お、あ、動かない。あ、動かない。あ、やっぱ人形っぽいですね。なんかあの綿みたいになってる。悪趣味だな。お人形遊びをしてるのか。なんかごめんなさい、でも手をもぎ取るつもりはなかったんだよっていう。それでこれを持って、よし、はい。ちょっと大丈夫、痛そう。お、頭いいなこの子。でこれ回してってことか。あ、回してくれる。うん、あー、はい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 。これつか、え、ちょっと距離感よ。オッケーよ。そして、はい、ジャンプ。ナイス。いいね。よし。素晴らしく調子がいい。あ、今しまいましたね、ポッケに。鍵は別に持たなくていいってことなのかな。もう持ってますってことか。
よし、行こう。え、行ける？ついてこれるね。この子賢いな。なんかでもこう男のちょっと顔がよく見えないからな。こっちこっち向いて。え、なんか顔合わせてくれない。なんで？なんでよ。あ、手つなげる。手つなげます。かわいい。青春だ。女の子にも見えるし、男の子にも見える。どっちなのかな。あ、ちょ。せっかくだから手つないでいこう。かわいい。これはなんか、さすがにこの下降りるときはちょっとつなげないか。なんか癒しの要素ですね。そしてあそこの鍵を開けられますと。はいはい、いいよ。二人で逃げよう。手つなごう。めちゃかわいい。これキュンキュン要素ですね。あれここの家は終わりか。いやそんなことないと思うけどな。絶対誰かが出てくる匂いがする。めっちゃあの罠がありますね。でやっぱりここの住人は人形遊びが好きで、かつあれこれどうやっていくの。これ押すんじゃないのかな。あー合ってる合ってる。人形遊びが好きな、なんていうの、漁師みたいな。はっ、ジャンプ。あー危ない危ない。届く。ちゃんといける。待って、なんか聞こえる。めっちゃ聞こえる。手つなごう。手つないだ状態でしゃがもう。いるでしょ。いる。音がする。ちょっとこれいけますか。大丈夫ですか。これバレません。何してんの。何してるんだろう。お人形を作ってるってことなのかな。ちょっとでも引きちぎりすぎのような気がしますけどね。はい、失礼します。お疲れ様です。あなたの人形作りの邪魔はしません。これどうすんだ。これで、どうすればいいんだこれ。逃げるぞ、行くぞ。大丈夫本当。あ、バレたバレた。どうすんだ。これはどうすればいい。あー、来た来た来た。あーマジか。ちょっといきなりハードボイルド。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。次回もどんどんとアップしていく予定ですので、また見ていただけると嬉しいです。ではまた。